はいどうもヤザワです。え今回は2人で使える充電式ワイヤレスマイクホリーランドのラーク150のご紹介です。ぜ最後までご覧ください。 はい改めまして矢沢です今回は2人で使える充電式ワイヤレスマイクホリーランドラーク150のご紹介ですこのチャンネル基本は私の一人喋りでお送りしていますが内容によっては準レギュラーの増田くんに登場してもらい2人で話す場合もあります このスタジオで撮影する場合は1本のマイクを上から吊るしたり2本のマイクをスタンドに立てて個別に収録したりしています。屋外撮影の場合は双方向マイクや先日ご紹介したばかりの二股に分かれるマイクを使ったりしますがどうしても状況によって音量にばらつきが出るので毎回編集に苦労していました。 そんな時に2人用のワイヤレスマイク K150 のレビュー依頼をいただいたので、まあ、お引き受けすることにした次第です2人用がどういうものかというと1つのレシーバーで2つのマイクを受信できるというもの さらにこの K150 は充電のやり方に特徴がありこれがとても便利ですまたモードを切り替えることにより3種類の収録をすることができますこれらについてはこの後詳しく見ていきますがその前に内容物をチェックしていきましょうまずこの四角いのがマイクですこの形だとロードのワイヤレス号がメジャーですが大きさでは K150 の方が小さく現時点で世界最小だそうです その隣にあるのが受信機この3つがケースの中に収まります乾電池を使わない充電式なのでケースごと持っても手のひらサイズ持ち運びが全く苦になりません続いてこの3.5ミリのカールケーブルがカメラと受信機をつなぐものそしてこれがラベリアマイクです四角いマイクが目立って嫌だという方はこれをつけ四角いマイクを送信機代わりにすることもできます ウィンドジャーマーは一般的にマイクに被せるものが多いんですが、これは先ほどラベリアマイクを挿した 3.5mm の穴にウィンドジャーマーの突起部分を差し込みます。まあ、被せるタイプのものより簡単に取り付けられる上外れにくそうなので、まあ、これはかなり気が利いてますよね。 あとは充電用の USB ケーブルとこれらを入れる袋です。取扱説明書は英語のみですが、ネット上に日本語も載っているマニュアルがあったので、概要欄からリンクを貼っておきました。購入された際はそちらを参考にしてください。日本語は16ページ以降です。ここからは充電ケースについて見ていきます。両サイドに送信機、真ん中に受信機を入れます。もうこの状態でペアリングされているので面倒がありません。 受信機に表示されているのは充電ステータス。これは15秒間表示されます。両サイドの TX という項目は各送信機のステータス。真ん中の RX が受信機のステータス。そして上のケースという表示はこのケースの充電ステータスを表しています。つまりこのケースは単なる充電器ではなく、蓄電もできるケースなんです。 ケースが満充電の場合2.5回分充電できます。送信機受信機とも満充電の状態であれば3.5回分使用可能ということになります。使用時間の目安は送信機で約4.5時間受信機で約7.5時間それらを3.5回分使えるわけですから1日フルに使用しても大丈夫そうです。ちなみにケースの電気量が10%を下回るとケースの電池マークが赤になり充電ができなくなります。 充電時間の目安は送信機が約1.5時間受信機が約2時間ケースが約2.5時間です USB ケーブルで外部充電した場合のシーケンスは先に送信機と受信機を充電した後ケースを充電し終わった後は自動的にスリープモードに入りますではここから操作方法について解説していきますまずケースから送信機と受信機を取り出しますそうすると自動的に電源が入ります 先ほどもお伝えしましたがこの時点でペアリングは済んでいるのですぐに使うことができます続いて送信機の led について説明していきます2つある led のうち左側が受信機との接続状態を表していますこれちょっとわかりにくいんですが左の送信機が緑右の送信機が青になっていて受信機のチャンネルの色とリンクしています 送信機の LED が青もしくは緑の点滅している状態だとペアリングができていない状態、まあ、今のような点灯状態だとペアリングされた状態です受信機のチャンネルを押すとミュートになりますミュートはマイク側でもできて脇にあるボタンを押すと送信機の LED が黄色になり受信機のディスプレイマイクのアイコンの部分に斜線が入ります ちなみに今押したミュートボタンは電源ボタンも兼ねており3秒間長押しすると電源が切れます。電源ボタンは受信機側にもついておりその隣にはヘッドフォンジャックがあります。ここにヘッドフォンを挿せばモニタリングすることができます。反対側にカメラとの接続ケーブルを挿す穴があるのでここに先ほどお見せしたカールケーブルを挿します。右側の LED はどちらも電源の状態を示しており赤が低電力。 緑がが安全、オレンジが充電状態を表していますここからはモード変更のやり方についてお話ししていきます。モードを切り替える場合は受信機左右どちらのチャンネルでもいいので3秒間中押しします。今モノラルモードから ST-6 デシベルという表示に変わりました。 もう一回長押しすると今度はステレオモードになりさらに長押しすると最初のモノラルモードに戻りますモードはこの3種類で全体の操作は極めて簡単一度使えばマニュアルなしで使えるようになると思います続いて3つのモードについて詳しくご説明していきましょうここからは準レギュラーの増田君にお手伝いしてもらいますまずはモノラルモードからですですですマイクテスモノラルモードテスト中

続いてステレオモードです。今度は片方のスピーカーから私。もう片方のスピーカーから増田君の声が聞こえてくると思います。テストです。マイクテスステレオモードテスト中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 。 テス,テスマイクテストステレオモードテスト中どうでしょうかちちょっと気持ち悪いですよねこの場合編集で2つの音声を混ぜる必要が出てくるので面倒なんですが逆にメリットもあります私と増田くんは声質も声量もかなり異なります。 過去動画を見ると、私の声だけ聞こえづらいことが多々あったので、まあ、ステレオモードで収録しておけば、後で2人の音声を個別に編集できるので、バランスが取れた状態でアウトプットすることができます。これがステレオモードのメリットです。 続いて、セーフティーモードです。こちらも最初のモノラルモードと一緒で、左右のスピーカーから2人の声がミックスされた状態で聞こえていると思います。ただ、この場合、右側のスピーカーからはマイナス6デシベル、小さい音が聞こえてくるようになります。テスです、マイクです、セーフティーモードテスト中。テスです、マイクです、セーフティーモードテスト中。テスです、マイクです、 セーフティモードテスト中。テストテスマイクテストセーフティモードテスト中。テストテスマイクテストセーフティモードテスト中。テストテスマイクテストセーフティモードテスト中。 これ少しややこしいんですが右側のスピーカーから聞こえている音が小さいからといって片方のマイクの音が小さくなっているわけではありません2人の声がミックスされた状態で右側のスピーカーだけマイナス6デシベル小さいということですなぜこういうモードがあるかというとポップノイズを防ぐためなんですね。まあ、通称「没音」とも言うんですがマイクを息で吹いてしまうことによって発生するノイズのことを指します。 それらを防ぐためにポップガードを立てたりするんですが K150 はセーフティーモードにすることによってこのノイズを緩和することができますでは次にラベリアマイクをつけた状態でやってみましょうモノラルモードで聴いてみてください「テステスマイクテスラベリアマイクテスト中」「テステスマイクテスラベリアマイクテスト中」「テステスマイクテスラベリアマイクテスト中」「テステスマイクテス」 ラベリアマイクテスト中テステスマイクですラベリアマイクテスト中テステスマイクテスラベリアマイクテスト中続いて先ほどお聞きいただいたラベリアマイクをつけていない状態のモノラルモードですテステスマイクテスモノラルモードテスト中テステスマイクテスモノラルモードテスト中テステスマイクテスモノラルモードテスト中テステス マイクテストモノラルモードテスト中テストテスマイクテストモノラルモードテスト中テストテスマイクテス,モノラルモードテスト中テステスいかがでしょうかヘッドフォンで聞かないとわからないレベルですがラベリアマイクをつけた状態だと接続部分ができてしまうためかホワイトノイズが若干乗ってしまいます。あと 音が少しこもって聞こえますが、まあ、そこまで気にしなくていいレベルかと個人的には思いました。では最後に距離の検証をやってみましょう。このマイクは 2.4GHz で、障害物がない状態であれば 100m 離れていても大丈夫とのことです。ま本来であれば屋外で試してみたいところですが、まあこのご時世ですし、マスクをした状態では検証にならないので、まあ今回は室内で行います。 ええ、では、増田君にマイクをつけた状態で、このスタジオスペースを行き来してもらいましょう。はい、じゃ、増田さん、お願いします。はい、はい、じゃ、ベランダの方に行ってみたいと思います。じゃ、ちょっとベランダの方向かっております。はい。はい。まあ、私は、ヘッドホンしてあなたの肉声しか聞こえませんけど。<laughs> <laughs> そうですね。ちょっと声聞くの楽しみですね。ねはい、ベランダ着きました。外出ます。はいはい、どうでしょうかね。 はい外に出させていただきました半袖だとまだちょっと肌寒いですね皆さん声いかがでしょうか音切れたりとかそういったのあるでしょうかでは中戻ろうと思いますはいはい戻ってまいりましたこれでは次は矢沢さんの仕事部屋の方に向かわせていただきたいと思います、はい、ドアはあんまり開けないでくださいね はい、気をつけさせていただきます見られて困るものしかありませんからあら、怖い <laughs> それでは矢沢さんの見られて困るものを探してみたいと思いますはい、ギターがいっぱい並んでおりますはい、ここでは小声で喋ってみようと思います声は聞こえているでしょうかギターがいっぱいあります それをいただいていきましょうか映像でお伝えできないのが残念ですではまた矢沢さんの方に戻ってみたいと思いますはい戻ってまいりましたじゃあ続きまして下に行ってみたいと思います まあこのスタジオスペースで下のフロアが一番ちょっと入り組んでいるのでノイズが出るとしたら下ですけどもね、はい、今、下の方にやってまいりましたはい、今、下の一番端まで到着しました、はい、私の声は聞こえているでしょうか音が割れたりとか切れたりとかしていますでしょうか聞くのがとても楽しみです ひそひそ声で喋ってみようと思います。はい、はい、皆さん、聞こえますでしょうかヒソヒソボイスです。矢沢さんには多分聞こえておりません。はい、これで音がちゃんと聞こえていれば、このマイク素晴らしいということで、はい、ではこのまま矢沢さんの背後に行ってみようと思います。まあ、聞こえてますけど、ね、<laughs> あれボイスにならならいマス まあそんな感じでね、はいえー、今収録したものをちょっと聞いてきたばっかりなんですけれども、はい、まあ実はこれテイク2でございまして <laughs> <laughs> あの最初に撮ったらあまりにお二人の声量が違いすぎたんで受信機のね、はい、えそのつまみを使って。 増田さんの音量7、はい、私を10にしまして、はい、それで撮り直したんですよ。そしたらちょうどどくくななてちょうどよくなりましたね。はい、まあこうやって個別にねチャンネルごとに音量調整がその場でできる、はいまあ、編集段階でもできるけれども現場でもできるというところが非常に便利かなって思いましたね、はい、編集でやることをできるだけ減らしたい、ね、減らしたいですね <laughs> <laughs> 特にこの二人は声質の差というかう音量の差があるので。 まあ初めての方だとどうしても編集になるかもしれないですけど、まあ、我々はた、ねはいね普段やってるトーンで分かると思うんで漢字、はいまあの音なんですけれどどうでしょう聞いてみていや上でも下でもそんなに大差がないというか、うん、そうですねだからすごくね今まで私ワイヤレスマイクって、まあ、便利なの分かるんですよ、はい、まあやっぱり、ね、この口と マイクのの距離が変わらないいいでどう動いても全然平気だとまあその代わりこの辺のねあの音がガサガサ言うようなのは気をつけなきゃいけなくて、はいけど実はこの紐とかもあまり良くないんですけど、うん、そういうのは気をつけなきゃいけないですけれども、はい、安定して音を収録できるという点ではすごく便利なんですが、はい、あのやっぱりね今まで使ってたものってどうしてもねホワイトノイズが気になる っていう気になったりとか音がちょっと細くなったりとかっていうのがあったんですけど、はい、そうなんです今回音細くないんですよ、ね、ないんだよね、はい、それがすごく自分はびっくりしましたね、はい、あと下行った時にやっぱり他のマイクだと切れるじゃないですかブ、うん、ツブツってありましたね、はい 今回全然なかったですよねそうですねまスターさんがちょっとあのウィッパーウォッシュの時ちょっと触ったのがね多分触ってる触ってるよねあれはだからちょっとマスさんのねミステイクというところであれはマイクのせいではないというところで補足しておきますけれどもまそんな感じでございましたね非常に自分としてはあの好感を持っているというかでやっぱりねこの充電ケースがすごく賢いというか使えるというかなんか基地になるんですよねここで接続したりとか これと同じようなマイクなんかでもやっぱりあのここここにね充電しなきゃいけなくなると結構ケーブルがわちゃわちゃするんですけど、はい、そうそうそう。あの我々の充電マップに言ってる、ね。そうなんですよ。これだとねこの中パッパッて入れられてこの一つの。はい。 USB だけで全部充電ができてしまうし、まあ、冒頭でもお話ししましたけれどもで先で繰り返し使うことができたりするこれが充電器になるんですもんねそうでこれにもちゃんと電気を貯めておけるというところではすごく賢いし、まあ、小型だし、はい、でこれ電池使うタイプだともう電池の、ね、大きさでも筐体がでかくなってしまうんですけど、はい、これで済んじゃうというと。 他のメーカーも受信機送信機あるんですけど、これよりもちょっと大きいんですよね。大きいの多いですね。はい、まあ現時点でこの四角いタイプでは世界最小と言われているんですけど。うん、まあどっかのメーカーが上回ってくるかもしれませんけれども、はい、今のところはね、これが一番小さい。感じだそうです。ただこうつけてても、今大丈夫そうなんでで、あと肝心のお値段はまだ申しておりませんでした。はいえー、これはですね、現時点アマゾンで。ええ、三万九千六百円。ほう。う四、ん、万円弱です、ね。いいお値段しますね。うん でもね自分的にはまあさっきのこのね充電器も含めてですけどあとラベリアマイクがついていることも含めてお得なんじゃないかなって思いますけどもね、はい、こういう受信機送信機になっているやつとか、うん、こういうワイヤレスマイクって、うん、ラベリアマイクついてないんですよねそうですねなのでそれがセットなのいいなと思いました、うん だからこれ1つ買っちゃえばいろいろこと足りるかなっていう感じがするんですよねはい、はい、でまあ細かい編集のところとかもさっきのステレオモードで説明しましたけれども個別に録音することもできるんで後で上げることもできるしさっきもお話ししましたけどチャンネルでその場で変えたりもできるで非常に声質が違ったりとかする場合にも対応できるで私はもうこれ結構2人喋る時はもう完全にこれでいいかなっていう思いました さっきあなたのためにあのソニーのマイクを1個買い足したんですけど <laughs> 申し訳ないです <laughs> スタンドも買い足したんですけどすこれで良かったんじゃないかっていうね<は>い <laughs> 感じですけどいやありがたいですけどね <はい S 2> なんか我々に本当にぴったりそう,いう感じがしますねはい。 じゃしばらく我々これを使うことになるかなと思いますので、まあその都度、本質の方を確認していただければと思います。で、まあこのチャンネルですね、まあ、普段写真系がっちりやっておりますけれども、たまにこういったマイクとかね、映像系のアイテムも紹介しておりますので、よかったらこの機会にチャンネル登録と、まあこの情報が参考になったという方、はい、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。はい、以上でございました。マサでした。